がねえって言ってんだからな。無理だよ。まずは伊藤さんから行きます。はい、じゃあ次小田さん行きましょう。
交代してやるの。ちょっとダメだこのエンジン。小田さんだけど鳥も伸ばさないでよね、いつも。いや、今伸ばしてた。向こう風が結構あるから。だから、それでだって、小田さんの上がり、あれについていけないんだもん。ついていけなくないでしょ。俺だって400いってないでしょ。上行ってたよ、でも。向こうに行ったときにね、あれ、そうだよ、向こうに行ったときにダメだったの。あのもう小田さんの方がスーッて上がってるのに。そんなわけねえな、上がんないで、だって。すげえ。結構大体ほどに手すぐほどに行ったんだけど。今の感じは同じ。そう、むしろこっちの方がなんかね、ちょっとあるように感じた。来年も上がってるよ。わかった。もう一回じゃあ、あとは腕が悪いだけだ。よくわかる。さっきの冬と比べたら。十五時から十五時。随分高いな。上がってくれば。最初の入魚量は取られるけど、でも取れないことはないです。だって巻いてるんだもん。ここだって巻いてる。